アレクサンダー・トーマス・アビラは、アメリカ合衆国フロリダ州ハヤアリア出身の、元プロ野球選手。右藤左だ。愛称はパークマン。父親は2015年オフから、デトロイト・タイガースの GM を務めているアル・アビラ。ペンブローク・パインズのアーチビショップ、エドワード・ A ・マッカーシー高等学校在学時の2005年、MLB ドラフト34順目で、 デトロイト・タイガースから指名を受けたが入団を断り、アラバマ大学に進学した。2008年の MLB ドラフト5巡目で再び、タイガースから指名を受け入団した。2009年8月6日のボルチモア・オリオールズ戦で、メジャーデビューを果たし、2アンダを記録し、翌日の試合では、メジャー初本塁打を記録した。2010年には開幕ロースターに入り、ジェラルド・レアードと、 正保守争いをした。2011年はレアードが放出されたこともあり正保守となった。またこの年に自身初めてのオールスターにも9番保守で先発出場した。デトロイトタイガース時代2014年1月31日にタイガースと415万ドルの1年契約で合意した。レギュラーシーズンでは自己2位となる124試合に出場したが、 2011年から数えて3年連続で打率が低下。三振も、それまでの自己アーストを20も更新する151、三振を喫し、ミート力が低下した。一方でパワーは健在で、2年連続でのに桁本塁打、2年ぶりの22塁打以上を放つなど、長打は多かった。守備では、 2013年にマイナス4だった守備、防御点を2年ぶりにプラスに展示させ、盗塁阻止率がメジャーデビュー以来最高の33.6%を記録するなど、超速の改善を見せた。オフの11月17日にタイガースが540万ドルの球団オプションを行使した。2015年は不振に陥り、67試合の出場で打率19。191。 4本塁打、13打点という成績に終わり、試合数と、ほぼ同程度の66三振を期した。しかし支球は多く、出塁率はここ3シーズンで最高の339だった。キャッチャーの守備は44試合でマスクをかぶり、無失策だったが、DRS はマイナス7だった。投塁阻止率34.3%は、 前年の数字を更新する自己新となったがリーグ平均値をわずかに上回る程度だった。また23試合で一類種の守備にもつき一失策だった。オフの11月2日に FA となった。2015年11月25日にシカゴホワイトソックスと1年250万ドルで契約を結んだ。2016年はディオナー・ナバーロと出場機会を分け合いつつ 57試合に出場。打撃面では打率。213、7本塁打、11打点という成績で、前年よりは多少改善したが、タイガース時代の輝きは見られなかった。守備では54試合でマスクをかぶり、2失策、守備率99。995DRS-1、盗塁阻止率22%という、平均的な内容だった。 オフの11月3日に FA となった。2016年12月23日にフルスのタイガースと1年200万ドルで契約を結んだ。2017年7月31日にヘーメル、キャンベラリオ、アイザック・パレです。後日発表選手とのトレードでジャスティン・ウィルソンと共にシカゴ・カブスへ移籍した。オフの11月2日に FA となった。 2018年1月31日にアリゾナダイヤモンドバックスと2年総額825万ドルで契約を結んだ。2019年オフの10月31日に FA となった。2019年12月10日にミネソタツインズと1年契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。 ワシントンナショナルズでの現役時代2021年2月3日にワシントンナショナルズと150万ドルの単年契約を結んだ。9月20日に2021年限りで現役を引退することを発表した。チームがすでにポストシーズン進出を逃していたため引退試合となった10月3日の対ボストンレッドソックス戦では7番保守としてスタメン出場し、 5回の第2打席にタイムリーツーベースを放った。ありがとうございます。